はい、どうも皆さん、こんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。マリオテニス、ウルトラスマッシュ実況プレイです。さあ、ということで、前回から引き続き、キャラクター紹介編、今日も頑張っていきましょう。だんだんキャラクターが弱くなっていくで、おなじみのこのね、キャラクター紹介編。でもね、なんとなく楽しくね、やれるようになってきました、最近。さあ、前回ピーチやりました。その次にそこそこ強いんじゃねえかなって思うキャラ、個人的にこのキャラです。ワルイージ。今までワルイージの和の字すら出てきてないんじゃないですか、このマリオテニス実況シリーズにって思うじゃないですか。なんかね、みんな、見た目がアーナだけで、使ってないだけで、まあまあな感じしますよ。はい。お願いします。ただまあまあぐらいです。まあまあ以上なんもないです。まあまあ以下でもない。まあまあ。まあディフェンシブなんで、そこら辺意識してやっていけたらいいかな。おう。そう。ある程度ね、後ろに下がっててもいいキャラなんで、オッケー。まずは一発。そうそうそう。そこをね、ルイージと違うところ。ルイージとワルイージの違い。結構、ありますよね。結構 Y 対応してきます。あー、それそっちなの？ラッキー、ナイストップ。いいトップ入りましたね。おい。まあ、使い手を選ぶ。あー、まあ、そうなる、そうなる、そう。いずれその球は飛んでくるだろうなっていうふうには思ってはいましたが。ちょっと、すでに悪い字を攻略されつつある気がする。こっちですね。オッケー。ちょいちょいうるさい悪い字。あー、それはやらかしたー。あー、それはやらかしましたねー。一概に前に出ないのも良くないっていう。よし、これ技っす。4対3、いいんじゃないですか。意外とロゼコに対してここまで立ち回れてるってそこそこいい気分。えぐいのな、その体格のスマッシュが結構。うっそー、ちょっと読みすぎ？さすがに、いや入ってんのかそもそもそれがって感じなんですけど。ロブ、オッケー。あーざっすー。それまで、あえてロブを打たなかった。あえてな。こういうところのポイントが惜しかったんです。こういうこと？ダイエットでだいぶ、見ましたね。こっち。はい。あざーっすー。勝てる勝てる。大丈夫大丈夫。そんなに強いロズじゃない。よし。うわーっす。意識いってても強いな、あの体格。サーブは、割と、一様な感じしますよね。取れるんだ、それ。いや入れてないよな。いや悲しいな今のもな。あれ届くキャラと届かないキャラいるんですよね。悪い意地は届かないキャラっていうのがこれで分かりましたね。強いよだから。いやーなんか悲しいな。勝てる試合だったな。惜しかったね。惜しかった惜しかった。いや惜しかったな。もうちょっともったいないミスが多かったんで。いやこれは勝てたね。どんまいどんまいどんまい。まあ、次行きましょう。レート上がったからね、気にしない。悪い意地だし。お願いします。キノピコ。キノピコか。キノピコはじゃあ多分厳しいだろうな。いや、どっちが厳しいのかな。ロゼはそこそこいけそうな感じしたから。多分どっちかっつうと、キノピコみたいなタイプが辛いんじゃないかなかあるんですけど。まあ、これはとりあえずラッキーですね。これは相手がかなり前に出てきてくれたんで、だいぶ。優しめな気はしたけど。むずいね。あ、こっち？とりあえずなんか、ロブ打っとけば、うわぁ、それ届くの？それ届くんすか。まあまあまあ。ここ、はい。
まあ下がるよね。ラッキー、これはちょっとだいぶ楽な試合。いやでもな、言うて悪い字だしな。いやこういうのがあるんだよね。よし、この角度でしょ。うーわえぐ、跳ね方えぐ、クレーコートだとは思えない。ほら曲げていく。はい、からのここ、うふぅー。いいよいいよ、だいぶゴリゴリいけてるんじゃないですか。一旦打って、ここはロブ返して、こっちかな。あ、ザッス、問われていく。いいね。さあ、6-0。いいぞ、これ。さあ、ベーグル焼けるか。久々にベーグル焼けるか。ベーグル、ベーグル食べたい、ベーグル食べられない。なんでベーグル打てないんだろうな。すごい喜んでる、キノコ。はい。あーよっと。いや、綺麗なサービス打てましたね。まあ、ちょっと、まあ、ちょっと若干力差あるかなって感じはしましたけどね。ちょっと、だから分かんないな。ちょっと、どうかね。どうだろうな。ちょっとまあ、もう一戦別の試合、キノピコとやってみて判断ですかね。おー。どっちが本物かってか、お前だよ。お前だよ。俺は偽物だ。偽物は負ける運命にあるんだよ。だからっつって、最初から諦めたりはしないけどな。お、出てこない前に？マジで？あ、ちょ、やばそれ。今。ふん。ふん、あ、ちょ。前に出てくるタイミングを分かってるルイージ。ほい。いや、来ないね。まだ来ない。こういうの強い。微妙なにそれ。ちょ、さすがに待ちすぎたか、今の。叩くタイミング遅すぎた。遅すぎた疑惑。あ、これは言ったでしょ。ドイーン。ドイーン。いいよ。はい。あんまり、ボレーも強くないんですよね。この辺。この辺。ここでしょ。弱ボレー。ちょ、ラッキー。ボレー弱。ルイージ使ってたから露骨にわかるけど、このキャラは、本当にルイージの偽物なのか、こいつ。それを疑わざるを得ないくらいな、そのレベルのボレーしか持ってない。はい、これは、よし。ナイスロブ返し。バイーン。バイーン。いいぞ。だいぶ後ろに意識が行き始めたんじゃないですか、ルイージさん。ちょっと下がるようになってきたね。オッケー、よし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 。いいぞいいぞ、悪い字。ここちょっと、バウンドするタイミングで打つのやりません。ここウェッヘッヘッ、いいぞ。な、急に流れに乗ってきたぞ。ここ、はい。はい、ここ。いい、こっちですよしよしよし、いいぞいいぞ、急に流れに乗ってきたぞ。翻弄してる。なんか、テニス、一方的なテニスになってる。はい、ここ。え、ここですここです、あ、届くんです、こっちです、オッケーよし。急に流れが来たね。2点からの7ポイント先取。いや、これは良かった。俺は、あれですね、ボレーでアーダコードされる前に、どうにかなったんで良かったですね。よかったですね。まあ、ボレーされてたら多分きついんだろうなっていう。あ、2500乗った、やったぜ。筋肉だるま。よし怖いな。筋肉だるまなヨッシーって、どういうこと？デブヨッシーってこと？マリオ RPG に出てきたクッキーばっかりあげてるとなんかめっちゃ太るでおなじみのあのヨッシーみたいな。そういうヨッシーのこと。これは勝ちたいですね。こっち。苦しい時はスライス。うれいよし。この対面はね、マリテに64は、圧倒的ヨッシー不利だったんですよね、確か。いいストレート、それ。それぐらい、なんかさっきも同じ。
カメラワークになったけど、なんだこれ、手が長かった。あの時の悪い意地は、あの時の悪い意地は本当手が長くてトリッキーで、すげえ相手にして厄介なのか、割と相手にしたくなかった。なふぅそのネットはお互いが翻弄されるものだったな。縦好きだね。はい、ここがね結構昔強かったんですよ。これイエーイ、すんげえかわいそうな顔してるな。はい、そのこの斜めのねあれが強かったんですよ、ネット際の。ラン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 、そう、どうしても初心者キャラになりがちなヨッシーさんですから、この辺が難しいところなんですよね。なんですよね、なんですよね、なんですよね。うん、すごい強い、意外とリターンが強い。おー、意外とリターンが強いか、ヨッシーって実はスピードボーラー。あー、引いた。うん、ここはいはい、またまた不毛よし、オッケー、伸びましたね。なんかヨッシーは悪い意地に対してボレー合戦を仕掛けてくるっていうのがあまりにも不毛すぎる気がしない件する件について、何なんだろうか。いや、いいですね。まあ、まずまずの勝利だったんじゃないかなっていうふうに思いますけど、うん、まあ、やっぱここら辺はキャラクターの差が割と如実に出てると思います。はい、名前がない。でも多分ね、このタイミングはクッパジュニア勝ちますよ。ええ、言うて腐っても四天王最強ですから。名前がないよ。名前がない設定ってさ、できるんだね、結構簡単に。普通にできるの？空白とか売ってたっけ？ミーって。よし。あざっすー。いいぞ。とりあえずあれだな、クッパジュニアの性能に甘えてるせいだな、これ。倒す。クッパジュニアの性能に甘えてるせいは、倒す。じゃ、マジなんでそこで届かないの？こっち、オッケー。いろんなキャラ使わないとダメですよ。いや、前出てくんね。よし、この角度いい。からのこっちで、オッケー、綺麗ですね。さあ4-0、クッパジュニアに対してですからね。曲がるね。これはまあログでいいでしょうね、取られたとしても。ここうっしょー、曲がるね。ナイスチャンスショット、ダッチかな。よし、割と連打勢ですね。俺も最初はそうだった、マリオテニス始めた当初。なんで連打しても打てないんだってなってた。割と。そっから脱却できるかどうかがこのね、マリオテニスウルトラスマッシュだと思います。まあ短い間でしたけど。もう何今日最終回短い間でしたけどね。そういうことをね、学ばせていただいた。オッケー、ボタン入力は1回でいい。だから俺ね、格ゲー苦手なんですよ。ゲーがなんで苦手かって、多分そういう連打癖とかがあるからだろうなって最近ちょっと思ってます。スト5の実況とかよく見てる、よく見てるほどよく見てないけど、見てて思う、連打しちゃうのがあれなんだろうなみたいな。ラスト、ほうほうほう、メガバトル。メガバトルはいいんですけど、なんかよくわかんない人が出てきたんですけど、骨クッパちゃん。骨クッパちゃんはでもなんかこのぐらいの力量帯にいるっぽいですけどね。僕はあんま使ってみてあんまり強そうに思えなかったから、あんま使わなかったんだけど強い。これは強敵やぞ、これ。いや、強っ。いやー、強い。ちょっと待って、来い。メガキノコ来ない、マン。メガキノコに翻弄されて後ろに下がってしまう、マン。これはピールマンスピン。
入れてないの今の。うっそ、届かないでしょこれ。よっしゃい、読み読み B 読みゴリ押し。でもさ、思うんだけど、おっバウンドしすぎじゃないですかね。バウンドしすぎじゃないですかね。いや、ちょっと待って、えぐ、勝てそうにないなこれ。きつちょ、リターンやばすぎでしょ。こうでしょ、オッケー、よし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 。お、あれだね、落ち着いてチャンスショット待った方がいいかもしれない。翻弄していけば別にやっぱ、あ、そんなに、あ、そんなに足速くないからな。いやー、下がりたいけど、もうでも下がれないよなこれ。いやー、マジか。いやー、待って、ぶね、ドゥーゲッツゲッツ、よし、ゲッツをしていたのが見えた。でかくなった。それは届かないね、さすがにクッパちゃんね。ここでクッパちゃんですからね。ここでとりあえずリードしないとまずいと思う。よっしゃ、リード OK。 よしよしよし、これ取らなかったのは、いや取らなきゃダメでしょこれは。取らないとだいぶきついんじゃないですか。これもう1点いけるよ、もう1点いけちゃう、もう1点いこう、もう1点いこう、もう1点いこう。よし OK。 さあこれで64になり、64になり、こうデカ状態のタイミングで1点取れれば俺の勝ちってか。あっほー、あっちょ、無理。あー、やばそう。なこっちチャンスショットのはずなんすけど。ちょちょ待って、無理でしょ。限界なんだけど、たまに追いついて B ボタン打つのが限界なんですけど。跳ねるね。よし、これは点取ったでしょ。ナイスー。さあこのタイミングでアドバンテージ取っていくよ。これはかなり相手不利状況なんじゃないですか。こっちー、やったぜ。やっぱね、メガバトルのキノコはね、取ったもん勝ちですよ。取ったもん勝ちですよ。先に取ってなんぼですよ。間違いなく。いやー、厳しい戦いだった。まあ、厳しい戦いだったね。でもいい勝負だったんじゃないかなっていうふうに思います。レートも微妙に上がりましたからね。はい。ということで、じゃあ次のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバイ。次のキャラはなんじゃろうな。